はい、NHK をぶっ壊す。まあ NHK がですね、尖閣諸島は中国の領土だということを昨日ですね、ラジオ国際放送だと思うんですけど、まあ言ったと。まあもうこれもとんでもないことで、もちろんね、僕自身は NHK なんか信用してないし、NHK にお金を払うなんてもうバカだと思ってるんですが、まあこれを理由にね、受信料の不払いされたらいいと思いますよ。まあ払ってる人はね、ちょっと本当に、まあある意味テロみたいなもんでしょう。中国人が NHK に中に入り込んでですね、尖閣諸島は中国の領土であるとかって叫んだわけでしょう。まあ叫んだというか、いやもうそのね、一日対応見てたんですけども、あまりにもですね、対応がこう軽いというかね、これはもう会長とかが記者会見を開いてですね、謝罪すべきような案件なんですが、国際問題にも発展しかねないのでね、まあね、逆だったらまあ大変なことなんでしょうけど、まあね、いずれにしてもちょっと本当にそういうことを言ってですね、会長やそういった NHK の役員が謝罪もせず原稿もないというのは、まあ明らかにおかしいと思います。とにかく NHK に受信料払わない、これが NHK をぶっ壊す一番の近道ですので、ぜひ今回のこういった NHK のとんでもない放送でも理由に受信料の不払いをぜひ皆さんやっていただきたいと思います。以上です。 NHK をぶっ壊す。